はい、どうもこんばんは。今日はですね、2017年の9月の2日、夜中の12時ちょうどです。よろしくお願いします。今、のんちゃんとドライブデートを昨日の夜にして、で地元の成田の方をプラプラして、でラブホに泊まって今から帰るところです。ツイッターの方にね、僕がおすすめの成田の駅前にあるラーメン青山の写真アップロードしたんで、成田の青山でラーメン食べてきました。もしよかったらツイッター見てみてください。お疲れ様です。クリスマスラブホ なんでクリスマスなの分かったんだよ なんでクリスマスなの分かったの、まこやん。すごくない？ラブホで配信してないのになんで分かったの？そうそう、チャペルクリスマスっていう。すげえ安かったよ。びっくりしたよ。朝6時から夜の10時までで4000円だった。ケーキ食べたよ。なんで全部バレてんだよっていう。詳しい。詳しいね。まこやん何？千葉の人なの？そう、チャペルクリスマスで、そう、遊んで。詳しいね。もしかしてドライブ？そう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 、ヤヌラッキーいらっしゃい。ハートありがとう。昨日の夜からずっとドライブしてて。あ、旭市なんだ。詳しいわけだね。でも成田から旭って結構遠くない？そうそう、チャペルクリスマス行った。安かったわ。いやー楽しかったよ。で、麦芽ゼリー手に入ったわ。インターで、ねえ、のんちゃん。インター寄ったんだけど、麦芽ゼリーってニコ生の頃から俺麦芽ゼリーについて熱く語ってたんだけど、ついに青山も最高だよね。ただね、ちょっとね、なんか都内の、魚介つけ麺に味が慣れてたから、ちょっと味がね、なんか久々に食べてこんな味だったっけってなったね。世界で一番好きなラーメンだったんだけど。あゆちゃんお疲れ。風船10個ありがとう。まこやん、のんちゃんもこんばんはーって。はい、こんばんはー。こんばんはー。どうだった？田舎だったでしょ、成田。ねえ、ど田舎だった。俺もびっくりしたよ。こんな田舎だったっけみたいな。のんちゃんが運転、俺運転できない。俺は免許持ってないから。すげえ楽しかったよ。都会にはかなわないかも。うん、でもね、ほら、成田で魚介つけ麺の、つけ麺が初めて成田に入ったのが青山だったんだよね。で、俺青山でつけ麺食い始めたからつけ麺食えるようになったから、結構思い入れがあるラーメン。柚子が入ってるんだよね。柚子だよね、あれ。美味しかったでしょ。なんか合うよね。そう、もともと大勝軒の系列で、大勝軒からのれん分けをして独立した人が青山って店を作って、成田で、で成田でフランチャイズ青山もやってて、7店舗ぐらいあったかな。そう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 、麺がうまいんだよ。麺がうどんみたいっていうか、コシがあるっつうか。結構美味しかったですね。しかし田舎だな。あと千葉カン亭団、久々に行ったらね、改装されててなんか面白くなくなってた。千葉カンは昔の方が良かった。ドテチン行ったことある？ドテチンって酒々井のパーキングのところだっけ？ドテチンってどこだっけ？あ、まこやん、千葉の人だったんだ。でも、麦芽ゼリーはさ、俺、全国区だと思ってたの。まこやん、麦芽ゼリー食べたことある？給食に出てくるゼリーがあるんだけど、麦芽ゼリー買いに行こうぜって言って、ニコ生で。でも、どこにも売ってなくて。で、千葉のとある一部のエリア限定だったのに初めて知ってさ、麦芽ゼリーってみんな知らないでしょ。それがね、今手に入ったんだよ。小学生ぶりぐらいに食べるよ。あるよね、まこやんね。あれ全国区じゃないの知ってた？どこのスーパーに行っても麦芽ゼリーないんだよって言ってたら、みんなね、コメント欄に麦芽ゼリーって何？って言われて。で、ずっとね、麦芽ゼリーって3年ぐらい前から語ってて、今日偶然見つけてさ、パーキングで。6個買った。麦芽ゼリー。美味しいよね。なんとも言えない味なんだよね。麦芽ゼリーはね、ミロに近いかな。ミロのゼリーみたいな。千葉県だと多分給食に出るんですよ、デザートに。
だからもう千葉県民は多分ほとんどの人が知ってると思う。でも都内の人とか千葉県以外の人は麦芽ゼリー知らないんだよね。麦芽ゼリーが手に入ったのは結構ね、俺の中ではでかい。和道さん、のんちゃんに会いたかったまた千葉来たらよろしくね。あーって何？ TDN さんいらっしゃい。ミロ懐かしい飲み物。ミロもあんまり見ないよね。ミロ美味しいよ。ミロはね、ホッとする味、牛乳とかでホットにして。ミロ美味しいよ。あれ体にいいしね。ちょっと高いのかな、ミロは。ココアとかに比べると。すぐなくなっちゃったよね。すぐなくなったよね。あ、ミルメイクってある？知ってる？なかった。聞いたことない？ミルメイク。聞いたことある。飲んだことない、うん、あ、ミルメイクも千葉なんだかな。いや、それはないと思う。それはない。粉のやつだよ、牛乳に入れる、うん、それは結構みんなね、なんか知ってる。あったとか言って、あ、そう、いろんな味のがあった。そう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 、いちごとか、うん、まあ、コーヒー味とか。ミルメイクだから牛乳に入れて瓶の中にで、かき混ぜてコーヒー牛乳みたいにするの。ミルメイクうまいよね。運転中だからね、暗いのごめんね。サクトラいらっしゃい。懐かしいよ。麦芽ゼリーはね、家に帰ったらレビュー枠やるから麦芽ゼリーは絶対うまいよ。ミルメイクうまいよね。ミルメイクは全国区だろうね、多分ね。楽しめたね、ガルーダ。お疲れ。麦芽ゼリー早く食べたいな。のんちゃんにも食べてもらいたいの。どんな味なのかをさ、そんなぶっ飛んで、思い出補正だと思うんだけど、なんか素朴な味なんだよね。で、麦芽ゼリーはやっぱ取り合いなんだよ。地元もいいっつうか、なんかその盲点だった。なんか俺成田最高だと思って地元愛がすごい強かったんだけど、久々行ってみたら何にもないんだよ。よく俺こんな街でなんか満足してたなっていうか、なんか東京に住んで変わってしまったよ俺は。変わっちゃった。なんか本当に旅行に来た感じだったもん。千葉ね、落花生が一番有名だけどね、千葉県民は落花生食べないよ。高いの。500g とか 300g で1000円ぐらいするから、変わらないでって。変わっちゃった、ごめんね。でもね、生落花生は多分千葉県民しか食べたことないかもしんない。みんなピーナッツのイメージでしょ、落花生って。醤油さんこんばんは。ね、千葉県民はその取れたての落花生を茹でるんですよ、お湯で。だからなんつうんだろうな、砂糖とかも添加物が一切入ってない本当のピーナッツの甘さ。茹でた豆なんだけど、なんて言えばいいんだろう。茹で落花生超うまいよね。茹で落花生は多分千葉県民しか食べたことないと思うし、みんなに食べてもらいたいね、茹で落花生は。本当にその、なんだろう、落花生のピーナッツの甘さだけの。なんて言えばいいんだろう、味は。落花生美味しいよ。茹でるの。だからその、ローストして、ポリポリ食べるんじゃなくて、素材の味？およそ1キロ。超美味しいよ。茹で落花生は。今日の驚きの報告、なんと鮫島さんがチャリンコで行けちゃう、歩いて行けちゃう、近所に住んでた。あ、そうなんだ。俺ものんちゃんも鮫島さんの家お邪魔したことあるよ。あそこら辺に住んでんだ。広かったよね。広かったよね。鮫島さんの家広いんだよね。で、近所付き合いが意外と良好な関係を築いてるっていうのがびっくりしたよね。なんか隣のおじさんとかとめちゃめちゃ仲いいの、鮫島さん。意外だったな、あれ。あの辺なんだね。いい家だったね。一軒家みたいな、借家みたいな感じ。なんつうんだろうね、ああいうの。その2階建てじゃなくてね、平屋の一軒家で広いんだよね。およそ1キロ先、横浜、そうそう、泉区だっけ。そんなところだったような気がする。うん、これあれだよ、 YouTube に残ってるよ。鮫島和道で検索してごらんよ。クリスマスパーティーで鮫島さんの家、便所太郎さんと俺とのんちゃんとのぞみさんとカズマさんと過ごした。掃除をするって、ね、そう。その後鮫島さんが車にはねられるっていう。そうそうそう。で、
炎上するっていう。懐かしいよね。うん、 YouTube あると思うよ。鮫島さん面白いよね。まあ、大手配信者だからね、実力は確かだよ。っていうかね、多分ね、今その配信現役でやってる人で一番古いの鮫島さんだらしいよ。中井先生より実は古いんじゃなかったかな。だってあの配信サイトがない頃、Windows メディアプレイヤーのポートを開いて、2チャンネルに、宣伝をして、そのポート番号を開いて、なんか簡易的にその自分の放送を見てもらうっていう、すごいなんか珍しいことやってたらしいよ。だからもう配信サイトがない頃から配信やってる人。しょうゆさんありがとう、帰り気をつけるよ、ありがとう。それってすごいよね、ポートを開くの意味が分かんないもんね。だから2チャンネルの掲示板をコメント欄代わりにして、なんか自分のその動画再生ソフト、録画ソフトをなんかネット上に公開してやるみたいな、そういうやり方してたみたい。すごいよね、どうなってるんだって話。あ、もう歴史が違うんだよね、鮫島さんに関しては。うなちゃんマンが鮫島さんに売名しに来たって聞いたよ。すごいよね、お米さんね。ありがとう、嫌なラッキー。そうだから、あの最初は仲良かったんだよ俺とウナっつって。でウナがあの売名しに来たんだよって言ってたよ。だからあいつキャリア十何年とか言ってるけど、あれ嘘だよって言ってた。うん、ね、地元のね配信者応援したくなるよね、うん、地元の配信者応援したくなる。配信界のだからもう本当になんつうんだろう、すごい古い人っていうか歴史そのものだよね、もう鮫島さんは。全部もう配信ウォッチしてきたわけじゃん。で現場最前線に常にいた人だからね。今古いのはうなちゃんマン、鮫島さん、あと誰だ、ゆいがさん比較的新しいもんね。あと永井先生、この3人ぐらい。あと誰かいる今有名な人で古い人。みんな引退ってこと？うん、おー、俺の中ではだってケミーキラーとかも相当古い方だもん。なんかそうでもないでしょ。うん、うん、なんかニコ生の前はヤフーチャットの人、ヤフーチャ、うなちゃんマンとか。ヤフーチャット前なんだっけ、なんかなかったっけ、ピアキャス、ヤフーチャットピアキャスが同じ世代なんだ。ありがとう、風船10個ありがとう。歴史と事件の解説って言っても俺がね結構新参者なんだよ。おー、流邦デスマスありがとう、花火ありがとう、ガルーダも風船ありがとうね、マコヤも風船ありがとう。セットで拝聴していきます。少し誤解をしていたみたい、アップダウンはあるみたいだけど、うん、面白い人だよ、すごい。あんまりね、この人はこういう人なんだっていう決めつけで見ない方がいいよ、配信は。やっぱりね、人を集めてる人ってね、やっぱ好かれてるんだよ。茨城は来ないんですか、予定とか。茨城は、この前行ったかな、水戸、旅配信で水戸行ったから。っていうか、茨城、何もないんだよね、本当に。茨城の地元の人が何もないっていうぐらいなんだもん。行ったよ。行ったけどね、なんかその、リア凸も少ないしね、ちょっと難しいんだよね、茨城は。茨城は水戸いたよ。だいぶお世話になったよ、茨城のリスナーさんには。ただその観光するところがないっつうかね。ここら辺は幕張か今。どこだ、習志野、幕張だね。やっぱ幕張になるとやっぱ栄えるよね。千葉の中で、その、なんつうの、ベンチャーとかの企業が本社構えるのが幕張とかなの。この辺はなんつうの、新しい、そうそうそう、勝ち組住民が。ベイ FM とかも収録ここじゃなかったっけな。あとほら幕張メッセとかさ、うん、もうここ
横になってくると都会っぽくなってくるよね。ビルがある。ビルがある、そうそう。本当何もない。ね、茨城の人に何かありますかって聞いても何もないって地元の人が言うぐらいだもん。そうそうそう、今を見守るのがやっぱ大事なんだよね。で、その、なんていうの、配信者ってやっぱりさ、盛り上げようっていうサービス精神旺盛な人がいるから、ちょっとね、オーバーにね、ハメ外しちゃう時があるんだよ、3年に1回ぐらい。だからそこはね、多めに見てあげないと。そのハメ外した時ばっかり有名になるから、なんかあの人悪い人なんでしょうってなるの。窓さんのお店でお酒全部飲まれた事件は面白かった。面白くなかったよ。30万ぐらい損害がすごかったんだから。大変なんだから、仕入れとか。全部酒飲まれたからね。もう大変だったよ、あれは。勘弁してくれって感じだったもん。ていうかよく飲んだよな。あんだけ酒ずらっとあって全部飲んだってどういうことって思ったもん。酒全部飲むって学生やばい、やばいよな本当に。意味が分かんねえよ。いや大学生は怖いよ本当に。死人が出るぐらいだからね。いや死人出るでしょ、うん、あんなだって店の酒相当あったんだよ。棚一面酒だよ。どうやっだってアブさんとかもあったかんな。スピリタスとか、もうとんでもない度数の酒、うん、どうやって飲んだんだみたいな。死ぬぞみたいな。落胆ぶりが可愛かった。いや落胆するでしょ、経営できなくなるからね。だって酒屋バーに飲みに来てお酒全部出ちゃったんですってありえないでしょ。あれはビビったよな。世の中にはすげえやつがいるもんだよ。でも飲み方汚えよな学生はな。ほんとなんかうまいことないのかっていうね。酔っ払えるのが楽しい時期なんだろうな多分な。最近の学生はなんかあんまり飲まないし、まあ歌舞伎町とか行くとやっぱパリピ系のやつらはいるから、まあそれ全体的には飲まないだろうね。池袋渋谷歌舞伎はやっぱ変な飲み方するよね。いやあれはもう最悪だったよ、橋本コッペ酒事件は。全部俺のせいにされたんだよ、ひどいよ本当に。2年間ぐらい言われ続けたからね。橋本くんも酒癖悪いから。そうなんだよね、橋本くんも酒癖悪いんだよね。てか配信者って基本酒癖悪いよね。あの内向的な人がさ飲むと急になんか暴れたりとかさ、やかったりするじゃん。あれなんか押さえつけてるからなんだろうね。たかが外れるんだろうね。だから飲み屋で有名なのが公務員が酒癖悪いの。自衛官、教師、あとなんつったっけな、自衛官と教師とその三大忘年会嵐って言われてんだけど、教師のあれだよ、もう酒飲み方なんかひどいよ本当に。飲み慣れてる。体育会系だからね、うん、そういうのはひどい飲み方になっちゃうね。警察官だ、警察官、警察官、教師、自衛隊だ。指示、その体育会系はダメなの。本当のところは指示ですかじゃなくて、あれ全然話が違うの。まずちゃんと説明すると、俺とコッペがニコ生でトップ2人で撮ってたの、その日。バガありがとう。で夜盛り上がってるのは俺の店で、コッペ VS 和道みたいな感じで、そのずっとチクラン1位を取り続けてたの、新人2人が。でその時に企画が終わって、いや楽しかったねっていう配信をしてて帰る時に、橋本くんが今から行くわってコメントで書いたのよ。で俺らからすると大手さんからさコラボがあるわけだから、ウェルカムなわけじゃん。で、あぜひぜひって言って待ってたら、橋本くんいざ合流したらどうなったかっていうと、
ひたすらコッペの話を無言でシカトするっていうわけのわかんないなんかコミュ障っぷりを発揮して、でなんか歌舞伎町をなんかぐる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 歩き始めたの橋本くんが。で1時間ぐらいコッペのことをディスり続けて、でなんかもう役立たずだとか帰るとか、いやお前から売名しに来たんだろうって言って、俺とコッペはかなりイライラしてたのよ。なんなのこれみたいな、なんなのみたいになって、いやこのままじゃ落ち着かないからっつって、そのバーがあるんで、配信できるバーがあるんで行きましょうって俺が誘ったのよ。それがあの酒の賭けの現場なんだけど、あんまりにも盛り上がらなかったから、あの俺があのあ、じゃあコッペがまず酒をかけようとする仕草をしたの。コッペが橋本くんが見えてないところで酒をかけようとしてて、で俺がやっちゃえやっちゃえって、もうこんなクズいいわっつって煽ったのよ。で1回目ジャバってかけたの橋本くんに。そしたら橋本くんは笑ってたのよ。だからそう指示を出したっていうよりも煽ったのは煽ったの、そう橋本くんに対してムカついてたから。まずこれが論点1なのね。論点1、あの酒をかけて指示を出したというよりもコッペがかけようとしてたところに煽ったのは事実なの。うん、バカ風船10個ありがとう。でその後何がまずかったかっていうと、コッペは止めたんだけど17回酒をかけたのだから最初は盛り上がったみたいな感じで、橋本くんも苦笑いで、おいふざけんなよみたいな感じで配信でなんか盛り上がってたんだけど、コッペがどん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 止めてるのに酒をかけていって、もう炎上していくのよ。でもう閲覧が上がってくるのはその辺なのよ。要はもうコッペが悪ふざけしてガン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 酒かけていくのっていう、そのなんつうのコミュ障 VS コミュ障のなんか裏目に出た感じがあの事件なのよ。そうだからさ、みんなさやっぱハイライトしか見ないわけよ。5分間ぐらいの酒かけてるところしか見ないから、そういう前提条件がわからないのよ。うち15回は和道さんのじゃないわ、俺一滴もかけてねえわ。だからそういう悪ノリのコメントが噂は噂を呼んで俺がかけたことになってるんだよ。もう大変だったんだから火消しに。で唯一みんなぶったたいたのにかばってくれたのが金梅さんだけだったの。あれは橋本が悪いよっつって金梅さんだけがかばってくれたの。それでだいぶ流れ変わったんだよ。金梅さんがだから橋本が悪いって言うまでずっと叩かれてたからね、俺とコッペ。それこそコッペなんか引退しかけたからね、ヘラって土下座して。あれ橋本くんに金払ったんじゃなかったっけな、いくらか。そう金梅さんが流れを変えてくれたの。橋本が悪いっつって、いや懐かしいよね。だから大炎上した初めての事件がそれじゃないの俺は。でその次に1ヶ月後ぐらいにウサギの肉泥棒事件が始まっちゃうんだよウサギの肉泥棒事件が始まっちゃって、でも悪のレッテルを貼られたんですあいつは橋本くんを貶め野田総理のウサギの肉を盗み、とんでもないやつだっつって。クリーニング代だったっけ。野田が盛り上がってる頃だったから、野田がもう全然ブリブリ、野田総理がイケイケの時だよね。チョコマニさんがいたかんだ。ガチで警察呼ばれてガチ切れだったかんな普通に。ウサギ返せとか言って、刑務所にぶち込むとか言って、あれ執行猶予中だったから本当大変だったんだよ。ヒヤヒヤする、あれ本当に、あれ窃盗で捕まったら俺本当懲役何年か行ってたからね。2年3年ぐらいやばいよ。だからネタが通じないんだよ本当に。ウサギの肉盗んで懲役3年とかもふざけんなよって話だよ。いや焦ったよな(笑)だってさ、ウサギの肉なんか盗むか。でもあの後食べる配信面白かったよね。めちゃめちゃグロいんだよね。ウサギが姿焼きになってクテーンってなってて。
な。あ、でも食えなかった。俺ダンボールで生で見たけど、なんかもううさぎだった。うさぎなんだよ本当に。ダンボールの中に丸焦げのうさぎがいるんだよ。ね、美味しそうな匂いがするの。本当に高級ハムみたいな。多分美味しいは美味しいと思うの、うさぎ。でももう食えないね。目が合っちゃったもん。あ、でも多分ね、その前にね、うん、それでなんか臭くて食べれないの、ね、あとなんかワニ、はいはいはい、ワニとか食べたりとか。なんかゲテモノ流行ってたよね、あの時ね。そう、なんかアマゾンで何でも売ってたの、何とかの肉みたいのがはいはいはい。でなんかリスナーから送られてきて、うん、懐かしいよな。だからその流れで川崎洋平が多分虫を持ってきたんでしょ、俺の家に。うわ最悪だよあいつ本当に。まあいろんなことがあるわな。いや、やっぱ配信やってたら歴史は刻むよね、いろいろと。いろんな事件がある。でも蜂の子は食べたことある。蜂の子、うん、あれ美味しいでしょ、うん、食べたことないけど甘いんでしょ。甘いっていうかクリーム、普通に佃煮の味。おすごいなんかね、栄養があって次の日肌がつるつるするなんだこの養分はみたいな。稲子とか。稲子はね、まあ、でも俺は虫は食えないな。なんかなんか食べ物ではないでしょ、なんか見た目が。芋虫とかうまいって言うもんね、クリーミーだって。絶対食えねえあんなの。もう蜂の子とウジ虫もなんか同じようなもんだからね。見た目とか。食べたいと思わない。あ、ねえねえ、みんなアケビって知ってる？アケビ。アケビって知ってる？うん、知ってる。超うまいよね。あのブツブツが。食べたことある？うん、え、超うまくない？テペして食べた。俺、果物の中でアケビが一番好きかもしんない。だ、親父が住んでた時の一個前の実家はアケビが庭になってて、アケビよく食べてた。なんかバナナみたいな感じ。そうそうそう、バナナみたいなのに種が。そう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 。で、甘いじゃん。うん、あの甘さは独特なんだよね。皮の部分もなんか、漬物にするらしいよね。ディズニーランドや。1年やってるんだ、ニコ生。あのね、リスナー、リスナー歴、うん、ニコ生も全然ダメだよな。ふわっちが熱い今。っていうかふわっち2周年だってよ、もう今月で、うん、で、今月からリスワン取るとクッションもらえるんだよ。部屋の中クッションだらけにしてやる。結構香川とかなんか早かった。あの、なんだろう、ふわっち移
造したのか。エセヤカ香川さん、あとのりゆきさんもやってたよね、実は。あー、あれは多分呼ばれた組かな。多分そうだよね、あれは金もらってるよね、うん、そう、香川さん、つばにゃん、誰だっけな、香川さん、つばにゃん、金梅さん、のりゆき、あの辺だよね、早いの。エセアカがなぜか失速したんだよね。エセアカ大手だったのに。ふわっちは合う合わない明確に分かれるよね、ニコ生から。だからサノッチもダメだったし、川崎洋平もダメだったもんね。エセアカはなんかあのアフリカの流れで来ちゃったから。そうなんだよね、うん、癖がついちゃったんだよね、ダラダラやって。外配信とかやってる時は面白かったんだよね。そうそうそう、超もうミラクル大冒険でしょ。そうそうそう、あれ面白かったよね。あ、就職編もすっげえ面白かったんだよ黄昏出てなんかごめんな俺もう大人になったからみたいな感じで川沿いでタバコを吸うんだよね。でも3日ぐらいでクビになったよね。すごいよね、天然だからね本当天然だよね。なんかね、俺はねふわっちであの何イケボカテゴリーあるな、 あれのせいでおかしくなったと思ってるね、エセアカは。もったいないよね。でもなんかめんどくさいんだろうね。うん、イケカテに転向しようとして失敗したタイプだから。っていうかテルチャンピンすごいよな、うん、4位だよ。おお、200万だって。すごい、すごいよね。なんでそんなことになってんの。まあ、別にブサイクだと思わないよ正直。体もいい体してるし、まあ、そこそこかっこいいよ。だけどイケメンかっていう。いやなんかでもね、ずっとやってるっていう印象はある。時間帯が長い間。はい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 。だから安心感はあるよね。イケボカテゴリーってそんなにさ、長時間やらないじゃん。はいはい、なるほどなるほど。イケカテ勢を取り込んだのかな。かぶってるんじゃない、微妙に。なるほど。うわやっぱ東京ってすげえな、全然違う。見て、摩天楼だよ摩天楼。もうちょっと伝わりづらいんだけど、もうビルの赤ランプがすごい。うわすごいな東京って。やっぱちょっとね伝わりづらいんだけど、画質が悪くてごめんね。なんかもう俺の視界にはビル群で、あのビルのあのヘリコプターの赤ランプがすごいの。全然違うわ。それは田舎の子たちは東京来たがるわ。摩天楼だよ。摩天楼だよね本当に。俺初めて東京来た時とかビビったもんね、やっぱ。何これみたいな。東京ってすげえな。狂ってるな本当に。俺東京に住むことないと思ってたもんな一生。これだってさ江戸川区とかでしょ。これ 何区なんだろう。お台場の方か。そんな栄えてる方じゃないもんね。それでこのビル群だもんな。あの都庁からさ、展望台からさ、東京を見ると360度本当になんつうの、明かりじゃん。あ、ビビるよね。どうなってんだこの街みたいな。およそ1キロ先、空港中央方面です。すげえ。あれ、コメント止まったな。まあ、バグかな。ちょっとコメントがね、まこやんのワドさんも歴史だねだけで止まってる。誰かテスって書いてみて。多分ね、ダウンロード下りの回線が弱くてね、俺がコメント見えてないのかかそってるのかちょっとわかんねえわ。今コメント見えてないっす。どっかで電波が切れちゃった。そうだね。
しょうがない。でも東京来て思うけど、人間の遊びって限られてるよね。なんかこうね、そんなに遊びが充実してるわけじゃない。そりゃこんだけ人がぐちゃぐちゃしたらルールもややこしくなるわな。コメントが見れないな。コメント止まってます。あー、 LINE でありがとう。ちょっと待って、誰かのコメントを消すと治る傾向があるんだよね。治んねえな、コメント止まってるね。あー、ダメだ、バグだ。まこやんのコメントごめんね、消すね。誰かのコメント消すと治る時があるんだよね。治んねえな。電波が復活することを祈ろう。ありがとう、教えてくれた人。あの建物何？かっこいいね、お城みたいだね。ヘリポートか、上の部分。どうしたら治んだろう。なんかコメント復活ボタンみたいなの欲しいな。コメントが戻らねえな。うーわー、綺麗。東京タワーいいね。首都高です。夜の東京はすごいことになってます。首都高車載配信とか絶対いいよね。こっからがすごいね。こっからビルの間をくぐり抜けてくんですよ、みんな。ビルの間をこう首都高がくぐり抜けてくんだけど、光もうね、なんつんだろう、アトラクションだよこれ。あー、来た来た来た、ありがとう。来た来た、コメント返ってきた。もうちょっと早い時間だとね、綺麗なんだけどね。夜の8時とかね。こんばんは皆さん、ロマンティックだよ。今お台場、お台場です。これがあのフジテレビで目の前に映ってるのが今海の海の上を走ってます。綺麗だよね。快適なドライブ。そうだね、今日は空いてるね。東京タワーが左、右に見えるね。東京タワーが。やっぱね、こういう時ね、今携帯配信だから画質悪いんだ。ごめんね。高画質でやったらめちゃめちゃいいんだろうけど。画質悪っ。すげえな、東京は。明かりがすごい。ピカピカだよ。これ田舎の人とかさ、初めて東京来る人びっくりするよ。ドライブのんちゃんのトークも素敵だねっつって。のんちゃんかわいいよ。おー、東京タワー来た来た来た。のんちゃん運転気をつけてね。すげえなー東京は。東京タワーだよ。エセアカさんとコラボで絡んだ。マジで？エセアカがコラボって珍しいな。エセアカもう30ぐらいになるでしょ、そろそろ。多分29とかじゃない？だよね。エセアカ痩せたらクソイケメンだからな。綺麗だよね。街全体が光ってるようなもんだからな。今のところが一番綺麗だよね。
試しにやってくれたんだ、よかったじゃん。エセアカはあれだよ、すごい昔大手だったんだよ、ニコ生で。今閲覧少なくなっちゃって残念だけど。有名人だよ。こっちなの？左方向って言ってなかった？まあ、いっか。ドライブドライブ。首都高は本当に意味わかんないよな。入り組みすぎだよね。よくわかるよね、のんちゃん。適当？とりあえず銀座方面帰ればいい。まあ、方角的には一緒だもんね。いやでも地元久々何年ぶりに帰ってみて、まあなんかすごかったな。なんか早く爆芽ゼリー食べたいね。楽しみだよね。携帯配信手軽なのがいいよな。画質は悪いけど超お手軽。ていうかこういう道路とか直さなくていいのかな。老朽化がすごいでしょ多分。地震な崩れるぜこんなの。あ、ツイキャスで見てたんだ、エセアカのこと。へえ。エセアカも長いもんね。エセアカも長いよね。急に来たよね、なんか。これはだから有名なの、コトカとあの付き合ってる、なんつうの。から付き合ってた頃に有名になったじゃないですか。あ、そうだったっけ。ひなりんちになんか、そうだそうだ、でひなりが暴露、そうだそうだ。そうだ、だから恋愛系になると面白いんだよね、エセアカは。アホっぷりがいいんだよね。さんだってリスナー歴8年だよ。8年生で俺のキャリアの倍あるんだよリスナー歴。のんちゃんからアドバイス結構的確なのもらってるからね、配信に関して。そうかな。結構まあ的確な助言はもらってるかな俺の中では。なんかそのリスナーさんの助言って全然当てにならない的外れなことを言う人多いんだけど、あ、この人が言ってるの多分本当だろうなってリスナーの頃から、付き合う前から客観的に思ってた。長いだけあって免許ないよ俺。生まれてから車の免許一回も取ったことない。できたら楽しいだろうな。もうドライブしたい。新しいプリウスが欲しい。あのエヴァンゲリオンみたいなやつ。快適そうだよね。あれなんかかっこいい。なんか攻めたよね。トヨタのデザインにしては。売れてる車なんであんな大胆な改造したんだろうって。免許取れ、30万もかかんでしょ免許取んのに。アホ臭くない？誰か免許代支援してくんねえかな。合宿配信やるんだけど俺。30万もねえよ。通うのが大変なんだよね。なんか合宿行けばいいんでしょ、2週間ぐらいでしょ。え、成田の人みんな合宿で取るよ。あ、そうなんだ。うん、あ、まあ通う人もいるけど、うん、でも合宿でパッて取ってくる人が多かった周りは。うん、
ね、合宿配信一発で取れると思うよ。俺の母親がバカだから免許学科で6回落っこってんだよね。アホだよね。しかも車ポルシェ買ってもらったんだよ、免許取る前に。うん、百万ので、免許取れなくて売ってんの、アホだから。夜の高速かっこいいよね。なんかビルとビルの隙間をこうくぐっていく感じが。っていうか車線狭すぎるよな高速。東京の首都高っておかしくない？こんな渋滞するに決まってるじゃんね。なんかもうぐちゃぐちゃすぎて街の整備不可能なんだろうね多分。こんな間を縫っていくようにさ、めちゃくちゃな作りだもんな。合宿配信いいよね。みどりさんとかも運転免許持ってないイメージなんだけど、みどりさん持ってんのかな。いつもなんかね、あのゴロリさんとか。じゃないんだ、ゴロタクだもんね。そうそうそう。はい、初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてね。首都高を今爆走してますね。運転できたらレンタカーとか借りるよね。ねえ。ていうかゴロリさんのさ、あのもう下にいますよは笑うよね。あの早すぎるっていう。もう流れを察知する。あ、今日は俺出番だなっていうのが分かるんだろうね、もう。あ、2週間ぐらいで取れるんだ。うん。でもなんか別に俺生きてて車が必要なシーンってあんまないからな。なんかその車、都会住んじゃうとね。都会住んじゃうととか、田舎の頃からもうそれ慣れてたから歩くのに。なんかそのなんで免許を取るのに30万もかかるのか理屈が分かんないんだよね。あんま欲しいと思わない。原付も持ってたけど出向しちゃったしな。めんどくせえからいいやと思って。昔18万ぐらいだったんだ。なんかもう利権になっちゃってるからね、免許を取るのも。まあ日本は車産業でね、 iPhone7 じゃないよ、 iPhone6、 6 プラス。爆芽ゼリー早く食べたい。マキルワード2、爆芽ゼリーが手に入ったよ。ニコ生リスナーだったら、あの覚えてるはずなんだ、爆芽ゼリーの話題を。あの熱く語った爆芽ゼリーをついに手に入れたよ。
家に帰って食べます。もちろん放送で食べるからね。いや楽しかったな、でものんちゃんとデート。ありがとね、うん、ドライブデートね。のんちゃん運転ね、安全運転だし超うまいんだよ。のんちゃんスピード絶対出さないし運転うまいよこの子。千葉の成田行ってきた、地元。車乗り券すごいよね。会社車検すらなかったりする、すごいよね。あとそのバンパーをぶつけるんだよね。彼女が10秒や9秒になった時車で荷物ごと送ってあげたり、入院の世話するあった方がいい。アクエリオンを呼べ。そうだね、俺にアクエリオンがいるからそう、シャイニーからアクエリオン借りればいいから。そうそう、首都高首都高もう終わるよ。でも新宿見えてきたから、何食べたの？うんとね、ツイッターに写真あげたんだけど、俺が好きなラーメン食った、地元で好きなラーメン、成田の青山っていう、青山あのつけ麺ですね、大正軒系列ののれん分けしたつけ麺。麺がうまい。チャーシュー丼がねすげえボリュームがあって一品300円でうまいの。麺屋青山、そうそう、美味しい、俺好きなんだよね。あーもうだからこの Wi-Fi っていう技術はすごいよね。無線でここまで発達するってもうなんかさ IT の進化がすごすぎるよね。ちょっとさ地元が成田だけど4年ぶりぐらいもう地元離れて親とも縁切ってさ、あれだから久々行ったんだ。うん、で麦芽ゼリーっていう千葉県限定のゼリーを買ってきて偶然見つけて、小学生ぶりぐらいに食べるよ麦芽ゼリー。超うまいんだよ麦芽ゼリーは。もう絶対都内のスーパーとかじゃ手に入らないから。てか成田のスーパーでも売ってないぐらいだもん。インターのなんつうんだっけ、ああいうのインターで合ってんの、パーキングか、パーキングのあの店で偶然見つけた。地元市川なんだ。じゃあモランボンさんさ麦芽ゼリー知ってるっしょ、給食とかで出てきたでしょ。違うのかな、東京寄りの方は知らないのかな。麦芽ゼリー知ってる、モランボンさん。まあ市川は都会だからな、ベッドタウンだからね東京の。市川は東京ですよ。麦芽ゼリー知らないんだ。じゃああれかな、田舎の方しかないのかな千葉の。これ新宿のどこに出るのインターって、これ出口、およそ700m 先、新宿中央公園のとこに出んだ。え、成田から1150円、そうでしょ、あるよね。ここに出るのか、ここか、緑の橋、あ、ここインターの出口なんだ。石野ここに住んでたんだよ、石野ここに寝てたの石野の家ね今の。よし、じゃあインカメにします。そうそうそう、最初の出会い、最初の出会いは池袋だよ。じゃあじゃあ最初の出会いは池袋で、しばらく俺の家に住んでて、あいつがもう死にます和道さんってぼやいたの俺の家で。もう和道さんの家出て行って僕は飯を食べないでホームレスになって餓死をするって、なんか ぼやくのよあいつ。もうダメっすよ和道さんって、うつ病だからもう僕死んだ方がいいんで、もうご飯食べないっすって、水も飲まないっすって、でもう和道さんの家出てってホームレスになりますって、お分かったっつって俺がすぐ保存回して、はいワドツーって、石野くんが今から死にますって言って、ガッしますって言って、で、もう僕の家出ていくらしいんで、石野くんの家を探そうって言って
で、そこの公園に住み始めた。夜の校則って子供から大人まで漏れなくワクワクするよね。ワクワクするよね。なんだろうね。だね、みんなね、YouTube で見た知識をね、YouTube はハイライトだからね、あれ。残ってる、YouTube に残ってる映像だけで判断しちゃうんだよね。全然違う。そうそう、そういう流れなのよ。石野とはだから結構付き合い長い。どう行くのがいいかな。右かな。あ、違うか、まっすぐでいいや。そうそう、断片だからね。だからそのやっぱ子さん、やっぱその面白い配信者に張り付いた方が面白いんだよね。一人か二人見つけて、そいつをずっと監視した方が面白い。こいつはなんか事件起きそうだなとか、ドラマ起きそうだなっていうやつ。俺はね、俺自身が面白い配信者じゃないんだけど、俺の周りの人が面白い配信者ばっかりだから、だからいつか解放との出会いもね、いつか言われると思うよ。解放との出会い衝撃的だったもんね、あれ。私止まれないとか言って、あれは笑ったよね、本当。帰れと思った。解放編は当たりでしょ、あれ。わーっつって、なんかでも解放がね、なんかね、最近普通の人になっちゃってね、面白くないんだよね。解放はやっぱね、メンタルこじらせてる、春先が面白い。春先になると頭おかしくなるから。伝説の始まりだよね。まさかだから石野が復活すると思ってなかったからな。石野浅井さんの家いるっしょ。あのね、解放はあの春にメンタルこじらせるんだって。で、夏になると季節が暑くなってくると普通の人に戻るらしいよ。解放に教えてもらった。なんかお前減らなくなったなっつったら、私夏は安定してるのって。季節性うつってやつ。配信者はぶっ飛んでる方が面白いかな。YouTube は品質モラルが低いと運営が消すでしょう。ね、広告を消すかな、正確に言うと。広告を消す。ね、あんまりひどいと、まあ動画消すこともあるけど、なかなかないよ。動画消すこと。そうそう、季節性鬱ってあるんだよ。うつ病の中では有名な話だから、まあ、普通の人はあんま聞いたことないかもしれないけど、季節で頭おかしくなっちゃう。じゃあ皆さん、一旦家について家から放送します。ありがとうございました。お疲れ様です。また見に来てね。初見さん、ぜひフォローしてってください。YouTube、Twitter、Facebook やってます。お疲れ様です。また後でね。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前。バッドボタン押してんねん、もう。